っちゃったはい、まあせんね、たまにタイトルコールをね、勢いよく間違えちゃうやつあるからビーチメモリーズですね。シミラユニットクラッセントの花と言いますよ。頑張らせて聞いてください。テレビの方も TikTok ライブで生配信してるのでぜひ見てください。眩しい日差しに負けないくらいまっすぐに熱い視線に恋をした。
とうございます。最後にもう一度、関西を中心に、活動していますシミラユニットクレッセントの花と言いますので、ぜひ覚えて帰ってください。最後に歌った曲は、ちょうど今年から配信リリースもされていますので、よかったらね、ぜひぜひ、サブスクとかでも聴けるし、チェックしてもらえたら嬉しいなと思います。